大根ときゅうりの味噌漬け味噌漬けは、野菜、肉、魚などを味噌に漬けたものである。塩の効いた漬物であり、よく貯蔵に耐える。味噌は、主として、赤味噌である。ぬか味噌を用いる、一般的な漬物と異なる点は、味噌そのものが、食用、調味料として用いられる点で、特に香りや味などに、味噌の風味が移るのが喜ばれる。 味噌に漬けた後の野菜はそのまま食べるが、肉や魚は焼いてから食べる。魚の場合、そのまま漬けると浸透圧で水分が溜まってしまうので、事前に塩を振り余計の水気を出しておくと良い。この手順はもともと水っぽい魚でも、味噌漬けとして利用しやすいというメリットにもなる。野菜は、大根、人参、ごぼう、きゅうり、生姜など漬け込む食材は、日干ししか影干ししたもの。 または一度塩漬けの後に水分を切って漬ける。一例として、ナスの味噌漬けについて述べれば、初週に取り入れたナスをヘタのついたまま洗い、塩3.6リットル、水4.5リットルの塩水に3日間から4日間おもしを、して漬けて取り出し、水気を切って1日ほど風に乾かし、上等な赤味噌3キログラムを1.26リットル、内脂1四四リットルのみりんで緩めたものと、 上に述べたナス3 7 5ラムと、互い違いに層をなすように漬け込み、上面には竹の皮で蓋をして、目張りをして半年くらい冷所に整地する。さらに長期つけるには、新しい味噌と交換するのが良い。変わったところでは、豆腐の味噌漬け、卵黄の味噌漬けが珍味として食される。熊本県の名産品に大豆と麦で作られた味噌で、 大根や人参を漬け込んだ一房漬付けがある。文部科学省、日本食品標準成分表2015年版、熊本南、熊本県南関高連系事業、実行委員会事務局、2020年7月7日閲覧、ありがとうございます。